今日はオッサンズパート2の収録いきます。紹介遅れましたけど、オッサンズ準レギュラー、レギュラー見習い、レギュラーの審査中の、京都市の3位でクリエイターズボーズ、あ、ボイスか、クリエイターズボイス、チラシとかね、デザインとかホームページとかそういう風な、ウェブのデザインとかねやってはる、レギュラー見習いの保坂さん、自己紹介をどうぞ。見習いの保坂です、よろしくお願いします。これね、僕どこ のホームページにしても、印刷物にしてもデザイン全部、保坂さんのところにお世話になってるんですよ。で、まあまあええのしてくれはるんでね。まあまあ言うなって、すごくすごくええものができてますんで、もし皆さんご要望の際には参院のクリエイターズボーズさん、あ、ボイスさん、よろしく。毎回この2人がこれからレギュラーとしてオッサンズやっていくのに、今日はね、毎回ゲストを変えていこうと思って、でとりあえずうちお取引をさせてもらってる人からゲストで来ていただこうということで、キコリサイダーをね、作ってもらってる、中宗酒店の中宗さん登場です。どうぞ中宗さん。伏見でこだわりの酒店をやってありますので、どうぞ中宗さん。伏見内大社の近くで、珍しい差別化のできるお酒の販売をしております中宗酒店の中宗と申します。よろしくお願いします。デザインはクリエイターさん、中身は中宗さん。野瀬の炭酸はね、すっごい、サインにね、チューハイの専門店があるんですよ。そこのね、大将言ったはった、炭酸は野瀬が一番ええ。ほんで、これ中村さん、どこの炭酸そこと反応できた時、うち野瀬やって言われた、セット作りましょうよ。ほんで、これができたこういうサインが。これからバギーに乗って、牛丼を持って、おっさんと定番牛丼を食べると、景色のいいところで。これから出発をしたいと思いますので、旅に行きましょうか。バギーに乗ってからレンタルサイクルです。電動自転車で行くんですよ。乗り換えて、今日は A 天気なんで。そしたら行きます。ゴー！行きますせー。はーい。で、レンタルサイクル乗り換えです。電動アシストに乗り換え、5月より、レンタサイクルを始めました。電動アシストです。楽に楽に乗れます。これを、JR の集団駅の、構内に置いておりますので、このねのどかな京北を、電動自転車でゆっくりさまよってください。さまようの、これは電源をオン、で、あとこれミッションや、ミッションミッションちゃうわ、チェンジや、チェンジ、これ1、2が軽いの、軽い2普通、そう、3重いけど、重いないで、こんなもん電動やもん、シャーって行きそうや、シャーシャー行くでよ、30キロぐらい出んやで、行きます、キャーって行くで、そうでしょ、むっちゃ楽やろ、シューシュー行くでしょ、楽でしょ、坂も、うん、無理にファンでもね、
ええでしょ。うん、これ車やったら素通りやもん。アラックや、気持ちええわ。気持ちがいい、最高の天気。向かいに見えたんが寿司お姉さん料理旅館上桂川。もう少ししたら友釣りの解禁です。今日は雲一つない晴天でサイクリング日和です。これはええわ。よいでよいでよいで、シャーッと言える。ほんであとジップラインの長いのをつけて整備は、ほんで山小屋作ろうかな思って、うん、到着しました。で、電動自転車どうでした？ものすごい楽、こんな楽やんまいな。でしょ、もう何にもしんどらん。ゆっくり走るし、うん、のどかやね、うん、ほんで景色見る余裕がチャリやのあるからな、うん、うるさないしね、バギーみたいにウィーンって言わへんし。はい、牛丼を持ってってください。いただきます。早いね。まだ。宝牧場のね、今のゲームも会長さんにね、いろいろと僕商売のね、いろんなことを教えてもらったんですわ。うん、でも美味しいもんね。うん。お腹いっぱいなんだよね。これ一番短かった方がまたグチュ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 やで。だ一発勝負だ、一発勝負、一発勝負やで。ギホギビして一発勝負。一番吟味や吟味。これこれよ。これこれこれ言ったやろ。うん。これでも勝てそうじゃない今の。理解。これでも勝てそう。負け負け。これあかんで、これこの浅さはあかんで、この浅さは飛び込んだらもう終わりやで。はい。今はまあこれ乾杯なしや。これを。うわうわうわ、おっさんおっさんあかんで、それ。まあまあシュールやね、このおっさん三人が。そうそう、お疲れ様でした。おっさんズ撮影ご苦労さんでした。ありがとうございました。乾杯。次回は山頂テラスで牛丼。じゃあ次回よろしく。こんなにね最高な渓谷まだ
だまだいろんなことがあります。そんな一部ですけど、自然の恵みを感じて生きておりますので、皆さん遊びにやってください。